それじゃあ今日はね、小学校のうさぎ小屋に今から行きたいと思います。ウェイスー。かなっちー。来たよー。はいはい。ウィッチーす。大変なの、助けてー。どうしたの？ダニー。何やった、ダニー。クールじゃないね、確かに。どうしたの？うさぎたちが脱走した、やばくねー。誰かがうさぎ小屋の鍵をかけ忘れたみたい。え、でも、柵はあるけど、それを通り抜けたってこと？心配で、心配で。わー、どうしようか。でも大丈夫、メタンテ稲穂に任せんしゃーい。ウサギは全部で5匹。じゃあ5匹探そう。ウサビョンなんかわかんねえ、ウサギ同士の波動で。ねえ、ウサギの波動とか感じねえかな。とりあえずまず皇帝を探そうって言ってたので、皇帝探しましょうか。あれ、おるやん、普通に。よ。みっけー。あ、普通に落ちてんねんな。地味にマップにね、映ってますので。だったらこれだったら簡単ですね。よし、じゃあ次。ど真ん中におったで。これ危ない危ない危ない。ウサギって水に濡れても大丈夫な？水嫌いとかない？結構ね、小動物系って水嫌いとか多いよね。ウェーってなるじゃん。体温調整難しい的なやつで。もう校庭にいないだに。あと2匹どこ行ったんだろうね。校舎の中とか？オッケー。まあいいや、とりあえず行ってみようか。おお、ぶつかったぶつかった。よし。かなっちー。集めてきーたよ。もう校庭にはいないね。あと2匹どこ？あれ誰？藤原くん、何やってんだ？いけいけやな、お前。ウサギか、そういえばさっき、大森山の方にウサギが2匹走ってくの見かけたぜ。マジかー！学校のウサギ？やべやべ、ノウサギなんて珍しいと思ってな。トールたちが山に虫取りに行くって言ってた。オッケー。待ってるねって。うわー、かなっち何もせえへんの。でも、まあ、いいよ、そこ、一人は全く人もいるからな、こういうのって。それじゃあ今から大森山で行きましょうか。大森山。うさぎおるかな、心配やで、さすがに。よし。人に飼われてた、ね、動物たちって野生がないから、なんかいろいろ危険そうやんな。さあ、古びたコイン。古びたコインマジ出てくんねんけど。これそんないらんよな、マジ。安心した。よし。じゃあ、ウサちゃん、どっかにいるかな。この階段登ったとこに一匹いますね。チワッチー。あれ？あ、いやいやいや、いたいた。あれ？これ猫やった。違うわ。よいしょ。うわ、すぐ階段やん。最悪や。よし。こっちの方か？あ！ドンコ池のとこにも一匹いるね。これ？え？これ何？カラスかい。違うやん、全然。いなくね？大丈夫かこれ。ここになんか妖怪おるで。あ、ミンミン。あ、それなんか言ってたな。お前は、将来楽しむ、将来楽しむってようわからんけど。さあ、すぐこちらですね。ここに、います。こんにちは。すごいなんか妖怪の反応あるけど。ハヤトくん、この辺セミしかいねえや。アキラちゃん、虫取り来たの。来た。ウサギ知らん？トールくん。あ、ミソラちゃん、チェッチー。オオクワガタ捕まえに来たなら諦めた方がいいよ。セミしかいねえし。つらい。おい、それより。なんか用があったんじゃねえか？うん。ウサギ見なかった？ウサギならこの奥走っていたぜ。ハイトンネルにいるんじゃねえ？マジかー。まあ、そんなわけだ。ハイトンネル行くなら気をつけろよ。オッケー。ハイトンネルか。大丈夫かな？なんかあるんでしょうか？さあ、ここに。何かいるんでしょうか。これかな、このでっかいお地蔵さん。妖怪口だけおんな、これ。何、おつぼね様か、進化系ね。よし。ちょっとあんた腕怪我しちゃうわよ。あ、こう戦うんかい。悪い妖怪でしたね。さあ、チームバトルかな。チームバトル、レディーゴー。俺最近気づいてんけど、この戦いね、まあ、とりあえず、この布陣で全部やっつけれるのはいいんだけど、めっちゃ強い、めっちゃ強い。めっちゃ強い。これもう、なんだろう。マジで今のメンツが強すぎて、この倍速してるだけで戦闘が終わっちゃうんだよね、ほんと。で、ちょっと強いチームの時は、百鬼姫を下げて、エルシャクレロにしてさ、あげれば、エルシャクレロって守り高えからさ、よいしょ。それも強えしで、マジで優秀なエースになっちゃう。もうお祓いしてたら戦闘終わったね。
エルシャグレロはマジでいいわ。ちょ、あとでひたたた見てみようか。まだ見たことなかったよね、そういや。よし、まあいいや。そしたらレベルもアップ。どんどん強くなっていくね。シャグレロ。決定力ってスキルが本当に強い。何を強いじゃない。栄養ドリンク。俺がよく飲むもの。ね。栄養ドリンクってね、飲むとね、力みなぎってくるんだよね、みんな。飲んだことない人はね、ぜひとも飲んでみてください。ただ、栄養ドリンクは元気の前借りってよく言うんですよね。飲むと元気が出るんだけど、ね、前借りしてるからもちろん、後で疲れてくるっていう。いやーってなる。なので皆さんも気をつけてくださいね。飲みすぎには。俺はいつか死ぬのかもしれない。さあ、D ランク超楽勝。俺を誰だと思ってる。ウォッチランク B やぞ。さあ、ハイトンネルの中やってきました。初めて来ますね、ここ。ここは昔何で来たっけな、妖怪ウォッチ1の頃。ダイダラボッチがいたんだっけ、妖怪。ねえ、俺妖怪じゃん。おとろし。何？おとろしに話しかけるダニ。おい、お前何してんだ、ウサギを舐めんなよ。顔怖い。ちょ、ウサギどうするつもり？どうするつもりもないよ。迷い込んだみたいだから出口教えてあげようと思ってね。あれ、そうなの？優しいじゃん。2匹になるんだけど1匹見失っちゃった。ごめんよ。いいよいいよ、ありがとう。泣き顔怖い。顔怖い妖怪やな。優しいけど。あ、ちょっと待ってね。これ渡しておくね。あら、ありがとうございまーす。めっちゃ奥におんの、じゃあ。鍵？よし。さあ、最後の1匹探しに行きましょうか。あと1匹どこだろうね。せっかくなんで、この辺りも探索しながらね。ビューンと行きましょうか。なんかアイテムとかね。ありそうや。ほら、あるあるある、そこにも。もう早速。アイテム。コーナーもねえなぁ。よし。そんじゃ、まず、ここの、よいしょ。ちばっちー。宝箱あったよね。引きコウモリだ。古びたコインも、古びたコインも。何個目やねん、ほんま。引くぐらい出てくんな、ほんとに。ちばっち帰ります。やべえ。人生で一回ぐらいトロッコ乗りたい。なんかアトラクションのトロッコがいいな。なんか死にそうだもん。普通に。普通にテンション高そう。おー、全然俺にビビって襲いかかっても来ない。さて、マジでなんもねえっすね。あ、出た出た。隠し通路。妖怪ウォッチ名物。さ、妖術超百科。カルラ、超百科使った方がいいかな。取り付きもカルラって結構ね、敵動けなくしたりとかして、だっけ、カルラは。ね、意外と有能だ。カルラ違うか、あれか。ダメージ与えるだったっけ。あれ道ないけど。あ、落ちちゃった。ただいま。ちょ、あかんあかん。これ、ま、戻さなあかん。チーズ買っちゃってしとこう。あれこれどうやって行くんやったっけ。なんか俺昔も迷ってた気すんねんな、ここのステージ。難しすぎやで。ただここ上行くんじゃなくて右行くんだね。で、ここ渡って、上っか見てみるか。なんだこれ。あ、ウサギいた！なんつ、鍵もらっててよかった。おいでおいで、あれ？あー、出た！青目赤目！わーしのプライベートルームに土足で上がり込むのは誰じゃ？ひぃー、ごめんなさい！怒ってないっすか？かなちとも約束したし、倒すぞ！青べえ、赤べえをやっつけよう。いや、無視しようぜ。うさぎ、うさぎこの後ろおるやろ。あ、おいで捕まり？であかんのかい。戦おう。強いかな？わしのもんじゃー！誰もやらん！確かに自分の部屋は欲しい。俺も自分の部屋取られるってなったら全力で戦うわ。でも、戦わせてもらう。行くぜ。赤べえ、青べえ。青べえ、赤べえ。白べえ、黒べえ。なんで、なんやべえ。うわー、いきなり取り憑かれたか。ちょ、待て待て待て。急げ急げ急げ。カンフーマッハ。カンフーマッハは、早く取り憑き解除。よし。とりあえずみんな取り憑き解除しまくって、戦いましょう。頑張れ。カンフーマッハ回復してあげて。よし。吹雪の術、いいぞ。回復まだ？なに？色赤くなったぞ。倒し方わかんねえ。なんか上のあの炎とか攻撃すればいいんやって。あーってすげえ食らった。煉獄の術食らえへんな、これ。カウンター食らっとんだよ。よし。
ちょっとチェンジしましょうか。少しピンチですね。メンツ総入れ替えしましょう。あ、百鬼姫やられちったか。ダメージ食らう歪まされてんねんな、今。なるほどね。よし。さあ、改めて頑張っていこう。こいつ何も食らへんで。どういうことやろ。赤い時と、本体狙っとくか。周りの炎を攻撃した方がなんか、効く気もするけど。わからんな、これ。ちょ、これは、うおー、なんか床が、大噴火。はい、避けて、みんな。どこ？食らうの。きたー！壁大噴火ー！いってー！そう！お、色が変わった。どういうことなんやこいつ。すぐテンション下がんなお前。よし、これはもうブラスター使いましょう。妖怪ブラスターセットオン。これはどうしよう。いくぜ、ブリッジで行こう。はい、頼むぞ、はい。くそ、普通のアタックモード。しゃねしゃね。やっつけろ、やっつけろ、うわー、めっちゃ当たる、めっちゃ。こいつ動き遅い。当たりすぎちゃう、これ。怒られるで、当たりすぎて。当てすぎやって。当てすぎやって、俺。そんな当てていいんですか？でも全然死んでないな。さ、体力は、今ので。削れたよね、かなり。よし、左やヒットポイントあんのは全然大丈夫。よし、さあこれでちょっとエルシャクレロ必殺技使いましょうか。ちょっと頼むぜ。よし、シャクレロの雄たけび。さあこれで守りが超アップした。さあシャクレロさん、いっちゃ前に行ってもらいましょう。攻撃すべて受けてくれ。お、なんか来たぞ。おいよー。鬼火シャッフル。なんか弱点の鬼火があんのかな、これ。よく分からへん。ゲーって怒っとんのやめて。よし。じゃ、影村さん、ちょっとチェンジしましょうか。よし。カルラ出しました。カルラはね、やっぱ、エースですのでね。出しておきましょう。じゃ、取り付けも解消。頼むぞ。飽きちゃった。じゃあ、サバナ、サバナ抜いて。さあ、この状態で少し回復し続けましょう。エルシャクレル1しか食らえ。めっちゃ強いやろ。エースかよ。よし。しばらくちょっと体力回復しましょう。基本的にはカルラに全部攻撃してもらって、エルシャクレロが、ね、守るっていう、安定の戦いでいきましょう。食らえ。カウンターとかしてこないね。助かるな。僕はサボる。よし。行くぞ、みんな。もう一回行こう。ブラスター。これかなりね、プリティのマシンガンが有効じゃね、こいつ。だってめっちゃ動き遅いもん、こいつ。はい、出るよ、はい。あー、これ、はい、あかんやつや。まあ、いや、アタックモード行きましょう。動き遅すぎるぞ、お前。遅すぎるぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、マジ遅いぞ、お前。どうだ、どうだ、どうだ、どうだ。どうだ？フィニッシュ。よし、いいダメージ入った。さあ、もうすぐ、決定力で、やっつけてくれる気がする。頼むぞ。カルラ耐えられるかな、体力的に。頼むよ。赤べ大噴火。やめて、うえい。さあ、ちょっと避けましょうか、これは。あかん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 。さあ、ちょっとカンフーマッハが怖いな。で、カルラもダメージかく。なんとか持ってくれよ。さあ、もうちょっと体力減らせたら決定力で敵をね、やっつけてくれると思います、エルシャクレロ。頼むよ。さあ、いいね、回復。皮膚器、うえー、あっつあっつあっつ。あ、取り付きも食らっとんやん。よし。さあ、これでどうだ？決定力出ない？まだ？大竹の術。よし。さあ、体力もうちょっとしかねえぞ。ボスには出ないの、決定力もしかして。あるかもしれません。くらえ！くそー！痛い！もうちょっとやれ、ハト。いい回復。よし。さあ、とりあえずまた縦の陣にしましょう。エルシャクレロが全部ガードしてくれます。
下もあと一発二発。あ、決定力出た。とどめを刺した。ナイスとどめ。出るんだねボスでも。すげえいいじゃん。でも一列に並んだらなんか妖怪が見えないっていうのが悲しい世界。よし、でもエルシャクレロマジ強えな。入れててよかった。嬉しいわこれ。わしの負けじゃ。この部屋はやる。え、いらないいらない。いや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 、ウサギ返してほしいだけだに。なんじゃそんなことか。早く言いなされおいで、みんな捕まえれたね。帰るか。さあ小学校に帰ろう。この辺りなんかアイテムありそうだよね。すげえ。まあ探索はまた今度かな。攻めの秘伝書。秘伝書嬉しい。あ、でももう行けるとこないか、このステージ、このゲーム。こっちかは？あー、宝箱。よし。ピカピカバッチ。なんか、ダイダラボッチが昔いたとこあったじゃん。あっちっかは行けんのかな？ちょっとやってみようぜ。ウサピョンはもう助け終わったから、こっち側ね。ウェイ。さ、なんかあんのかな？もう降りちゃったら帰り道なんだけど、ここ。うわ、穴がある。襲いかかってくる、普通に。クソ、戦うか。これ誰、何浪士？魔法浪士これ。放浪士ね。やべえぜ。あー、百鬼姫がやばい、百鬼姫がやばい。下がって下がって、百鬼姫。後ろ、後ろ、後ろ。うわー、そこそこ強い感じするね、なんか。まあ、普通にやっつけようよ。よし。なんだかね、引きこもりは一撃でやっつけれる。ね。ぐらいなんで。うわ、イカづちに連発とかやめてよ。よし、放浪士、多分3発ぐらい要するね。意外と強いぞ、やっぱ。よし。じゃあ、放浪世界。うわー、取り憑かれた混乱会。やめてよ。うわー、自分攻撃とかやめてくれ。早く溶ける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 。よし。お払い完了。てか、敵もやっつける。なんだ、混乱してもやっつけれるやん。あざっす。さっこ、雑魚的にもそこそこ経験値あるね。やっぱこれ、まだ来るべきじゃ ないとこなのかな。ドリルー、ちょっと行ってみましょうか。お、宝箱。宝箱がいっぱいあるここ。中堅玉。よし。通れるここ。通れんか。よっしゃ、行ってみます。横川です。あ、でもトロッコがないわ。まだお前には早いってやつか。うん。またなんか、なんかで来ることあるのかな、もしかしたら。危ね、落ちるかけた。じゃあちょっと下側を見ようか。あ、なんもねえか。よし。じゃあ帰りますね。それじゃあちょっと、運外鏡ないんだ。ありがとうな、お前。うさぎさん見つかったんだね、よかったって。いえいえ、どういたしまして。昔ここになかったっけ、あの雲外鏡って。なかったか。覚えてないわ、俺。なんか、あれやな、今日メインストーリー全くせずに普通に楽しんでもうだな。これ何？なんかね、マップのさ、ここになんかマークあるんだけど、これ何なんだろうね。ゴミ箱ってマーク？なんかよくわかんないな。なんか空き缶を蹴ってゴミ箱に持っていくといいことあるみたいな、なんか昔なかったっけ。それの名残なんかな、あんのは。まあいいや。それは普通に、カットするかと思ったかもしれませんがね。歩いていこうと思います。ちょっとな。めんどくさくなったんや。よし。運外鏡使うか。運外鏡便利やな、ほんま。なんかポケット運外鏡があるみたいなことコメントで書いてたんですけど、ちょっと調べたら、まだまだ先みたいですね。まあまあまあ、未来の話なんですけど、そういうのもゲットできたら楽ちんですね。なんかいつどこでも運外鏡って、もうどこでもドアやないか！ね。どこでもドアーって全然真似てない。真似が似てなかった。悲しい。よし。でさ、夕方になっちゃったね。かなっちー、おまたー。ありがとう、稲穂ちゃん。どういたしましてー。ウェーイ！な、泣いとんのかよ。クールビューティー。おかえりみんなー。おとろしといい、この子といい、人も妖怪も見かけによらないだに。
うさぴょんくん、そういうことだよ。私も見かけによらず、ミソラ製のプリンセスですしな。何言ってんだこいつ。さあ、いわくクエスト攻略完了。飛び跳ねる。大捜査線。バッチリ解決。でもねえ、青部、赤部強かったね。倒し方昔からようわからんねえな、あいつ。もう、まあ、勝てたからいっか。大経験値でもゲット。さあ、ルーレットボーナス。まあ、今日戦ってみて分かったのは、やっぱエルシャクレロみたいなね。防御型の妖怪も1体ぐらいいてもね、すげえ使えるってことですよね、ほんと。うわっ、外れ。鳥もも。よし。さあ、今日ね、ちょっとすごい寄り道してしまいましたね。さあ、次回からまたメインストーリー進めていきましょうか。ね、また稲穂のね、探偵のクエストもまだまだ残ってますのでね、そちらの方も進めたりとか、サブクエストもね、ガンガンやったり寄り道しながらやっていきましょう。ということで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れです。次の動画でお会いしましょう。じゃあの。